どうも、こんにちは。久しぶりにね、虫を買ったんですけれども、こちらですね。きれいに梱包していただいてありがたいですね。開けていきましょう。これはね、久米島カブトなんですけれども、まあ、簡単に言うと、久米島のカブトムシということで、 沖縄本当に沖縄カブトがいてちょっと離れた久米島にいるカブトムシなんですけれどもこれはねあの出戻りというか業者の頃に自分が取ってきた血トが売られてたんであ久米島のカブトムシだったらまた持っときたいなということで買ったんですよねよいしょ はいはい、はい、あーこれ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 ですよね久米島のカブトムシ特徴としてはね大ざっぱに言うと色が黒くて角が短いっていうねそんなところなんですけれどもこれがね産地が久米島のウェグスクだけでお惜しくした、えー、そして類代が F7 ということでまあ業者やってた 最高期に取りに行ったんですけれどもね、まあ、非常に苦労させられまして、メスをね、家に持って帰って繁殖にかけるまで3年かかったんですよね。1年目がメス取れなくて、2年目はメス取れたけれども、ヤマト運輸で送ったら船便に回されて、到着まで10日ぐらいかかって、その間にメス死んじゃってて、で、3年目に2匹メスが取れて、 で手荷物で空港から持って帰ってそのうちの1匹がこいつらの大元になってますまあ非常に苦労させられましたね久米島カブと今回は2ペア買ったんですけれども開けてみましょうねよいしょあこれメスだいいですね元気ですねぎゅう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 鳴いて よく鳴くのが沖縄のカブトムシの特徴なんですけれどもね。ぎゅうぎゅうぎゅうって鳴いてますね。でね、沖縄カブトとかね、久米島カブト、まああとは伊平屋島の沖縄カブトとかもそうなんですけれども、バナナトラップでね、メスが取れないんですよ。うん、バナナに来るのはオスばっかり。 なので街頭巡回したりライトトラップでメスを狙うんですけれどもこれね本州のねカブトムシとか本州系の亜種で土屋カブトっていうのが鹿児島の口の選ぶ島にいるんですけれどもあの辺りはねバナナトラップで普通にオスもメスもいっぱい来るんですよ。だけど沖縄のカブトムシはねまずバナナに来るのはオスばっかりですね。 なので、街頭巡回でメス狙いにかかるんだけど、街頭巡回っつっても限界があるから、街頭の数は限られてるわけで、で、クメ島カブトどうしても取りたかったんで、僕どうしたかって言ったら、ライトトラップをね、持ってったんですよ。もう送料だけで何万もかかるような感じなんですけれども、で、ライトトラップ焚いて、 ウエグスクけの山頂付近でやってようやくメスが2匹ほど飛んできたっていう感じですね。まあ、3年やって街頭で拾ったメスが2匹。で、ライトトラップで取れたメスが2匹か3匹っていう感じで全然取れなかったですね。ええー、まあ街頭巡回とかね、巡り合わせですから。 タイミングさえ合えば意外と簡単に取れたりもするんですけれども取れない時は取れないっていうのが街灯とかねライト系の採集になりますねでちなみにあの久米島っていうのはもう昆虫採集禁止になりましたからこの久米島株と新たにワイルドからの血統が流通することってまずないと思うんですけれども ま、なんで最終禁止になったかって言ったらね、あのー、昔からちょっと有名な人がいて、久米島に久米島ホタル館っていうのがあるんですけれども、まあ、これやめときましょうか。ええー、誰が聞いてるかわかんないですからね。久米島兜の思い出としては、そんなところですね、まあ、自分で取ったメスをブリードにかけるまで3年かかったっていう、 まあ他のクワガタとかカブトムシってだいたい取りに行ったら1回目で結果出ることがほとんどなんですけれどもクメ島カブトだけは3年かかりましたねむちゃくちゃ時間かかったんでまあ非常に印象深いというねそういうカブトムシですけれどもどうですか、まあ、若干丸っこい体型でね洋梨型とかよく言われてますけれども鞘羽が黒くて 全体的に小ぶりで角も短いというねであとは沖縄系のカブトムシはこう前足をね振り上げてこう威嚇してくるんですよねうん小さいのに威嚇してきて頑張るなぁと思うんですけど、まあ、やっぱ久米島カブトは自分にとってはちょっと特別な虫かなうん取るのに苦労したんでね まあ沖縄兜ぐらいだったらね、まあ、3日4日が伊を巡回してたら何匹かメスが拾えるから比較的こう自己最終決闘というかね類大飼育自己最終の個体でっていうのもまあやりやすいっちゃやりやすい部分があるんですけど久米島は若干難しいですね。 それより難しいとなると多分伊平屋島だろうな一回行きましたけどオスはねやっぱりバナナトラップで取れるんですよ。ポイントとしてはちょっと開けたような風当たりの良い標高のやや低い場所っていうのがまあ沖縄系のカブトムシのバナナトラップ仕掛ける場所なんですけど伊平屋島はねそれやって56匹オスが取れたんですけれどもやっぱりメスが取れなくて。 沖縄系のカブトムシっていうのはメスが欲しかったらあの絶対外灯とかライトですよね。間違いなく。うんオスはねバナナでいけますけどメスはね、まあ、なかなかこう難しいというかねくいくい威嚇してくる。かわいいなあ久米島カブト。まあ自分の取ってきた血統じゃなかったらやろうとは思いませんでしたけど。 たまたまあったんでね出戻りということで今回また来ていただきました沖縄かと久米島かとの採集方法で、まあ、ライトトラップとバナナトラップの他に気取りっていうのがあるんですけれどもまあ有力な情報だそうかどうか迷うんですけれどもまあいいでしょう若い方なんか参考にしていただけたらなと思うんですけれども 沖縄カブと久米島カブとこれ集まる木って決まってるんですよどういう木かというとシマトネリコの木ですまあ若干樹皮が薄いね木になってるんですけれどもこいつらねその島と練り子の樹皮を自分の口で削ってその樹液吸ってるんで島と練り子の木をね探してルッキングしていけば昼間でも 沖縄・久米島あたりのカブトムシはペチャっとついてます。でこの場合、オスとメス関係なく取れるんで、まあ、一番簡単に取りたいってなったら、まあ、街灯でも、ライトトラップでも、バナナでもなく、島とネリコの木を探して巡回するっていう、それですね。で、島とネリコの木でも条件があって、若干開けた風通しのいい、日当たりが良くて、 標高の低い場所これですねはいあのもう完全に回答いっちゃいましたけれどもそれさええー、守ってもらえれば島と練この木のルッキングで沖縄かぶと久米島かとまあぼちぼち取れると思いますよ他の取り方するよりはまず効率的でしょう間違いなくだこれがね久米島とか沖縄とか伊平屋とかそういうのじゃなくて ととか島とか本州系になってくるとバナナトラップ最強なんですけどねもうバナナトラップでオスもメスもうんなるほど取れるんですけど、まあ、沖縄系のカブトムシっていうのは若干最終方法に癖があります、はいえー、ブリード方法は国産カブトと全く一緒なんですけれども、まあんまりね大きい成虫出しても逆にこうそれっぽさが失われるんで まあえて大桑用の一時発酵マットとカブトマット混ぜたりして仕上げてますけどまあ今回そんな感じですね非常にマニアックな話ですけれどもまあ、沖縄行かれる方ねシマトネリコの木見て回ってくださいカブトムシくっついてると思います沖縄の虫では一番珍品ぐらいになってくるかなヤンバルテナガーとかねマルバネとか抜きにすれば沖縄カブト 琉球コクワ、まあ、この辺りがいわゆる珍品なんですけれども、まあ、琉球国はねまあ取ろうと思えばバナナで普通に取れるんで沖縄カブトの方が難しいかな最終難易度的にはね、えーまあ、今回こんな感じですご視聴いただきましてありがとうございました。